こんにちは、東京九段工作ラボの副社長です。今日はレーザーカッターで工作をしていきます。今回使うのはセリアで買った吸水コースター。これセラミック製なんですけれども、どっか100円ショップであればこういうコースター売ってるかと思います。これにこの水性塗料を塗ったものに対してレーザーカッターで彫刻をしていって、完成した形としてはこういった幻想的な感じのコースターを作っていきたいと思います。じゃあまず色を塗っていきます。塗装ブースの用意を完了させます。で、色なんですけれども、1層目は薄い色を塗っていきます。で、2層目はちょっと濃い色で、3層目は黒を塗っていきます。すいません、塗装初心者なのであんまりうまく塗れてませんが、で1層目を塗ったら乾かします。で、その後乾いたら2層目を塗っていきます。今回は薄い緑の時は濃い緑、薄い水色の時は濃い青を塗っていきます。で、最後の仕上げとして黒を塗っていきます。で、この黒なんですけども、これは24時間乾かすようにしてください。はい、塗って乾かしてる間にレーザーカッターで彫刻するための写真を用意していきます。で、今回絶対使ってほしいというか紹介したいのは、レーザーカッターで彫刻するためのおすすめの彫刻ソフト、イメージャーっていうものかな、イメージャーっていうのがあります。これはウェブでも使えますし、インストールアプリとしても使えます。基本有料なんですけれども、いくつかの機能は無料で使うことができます。私はインストールアプリを購入したので、今回はそれを使っていきます。レーザーカッターで彫刻することが多い人ならライセンス購入して使った方が絶対効率がいいです。写真や画像の加工がこれだけで完結するのでめちゃくちゃ便利です。今回はこのアジサイの花の写真を使っていきます。まずは写真を取り込んでコースターのサイズに合わせていきます。 DPI は254にするようにしてください。で、リサイズしたらクロップ切り取っていきます。で、コースターの形が円の場合は形を円にしていきます。レーザーカッターの種類と彫刻する素材を選択します。 CO2 レーザーを選択して黒に塗ったセラミックコースターに対して彫刻するので、ブラックスレートを選択します。で、それだけでもう加工が完了します。右側がプレビューの画面になります。で、最終調整としてカラーコレーションをアプライして、で、ガンマ値をちょっと低くしておきます。暗すぎると焦げすぎる感じになるというか、塗料が取れすぎちゃうのでですね。はい、それでピングで書き出して完了です。1回目彫刻したんですけれども、まだちょっと暗い感じがするので、今度はパラメーターをスピード2万にしてパワー20にして彫刻しています。後ろの水色も出てきているような感じになりますよね。この薬師寺の写真とかも2回彫刻しています。2回彫刻することでこの瓦のすごい細かいところとかが出てて、なかなか綺麗にできたと思います。今日の工作はいかがだったでしょうか。一味加えることで変わったコースター、オリジナルコースターが作れるので、ぜひ試してください。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。またいろんなものの作りに挑戦していきたいと思いますので、またぜひ見てください。チャンネル登録と高評価もぜひぜひよろしくお願いします。じゃあまた見てね。